今回ご紹介するのは、長崎バスターミナルホテルで働く宮崎麻里さん。宮崎さんの好きは何ですか？私は長崎観光ラバーズです。ホテルのフロントで長崎を訪れる人に日々観光地を案内する宮崎さん。特におすすめするスポットはどこですか？私は生まれも育ちも長崎なので、長崎市内を観光したり、長崎の街並みや人の温かさがすごく好きで、定番になるんですけどグラバー園が好きです。グラバー園に向かう、こう街並みとか洋館が見える感じがすごく好きです。あとはメガネ橋の方にもハートの石があるので、まだそれをちょっと見つけてないので、今度探しに行きたいなと思ってます。はい。場所だけでなく、長崎のこんなところも他県の人にお勧めしたいと宮崎さんは言います。結構お客様からおっしゃっていただけるのは、長崎の人はすごく温かいとおっしゃっていただいて、皆さん優しく案内してくれるというふうにおっしゃってたので、長崎の人の温かさはすごく自慢です。稲佐山です。夜景が好きです。人の数だけラバーズがある。次回はどんなラバーズに会えるのか。